アット堂の駅の旅人さん配信を開始しました。松アット堂の駅の旅人さん伊達。あ、伊達超えたんだっけ。親父さん気をつけてよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ショッカーさんいい、いい、ありがとうございます。しました。いいね、ありがとうございます。ございます。白菜さんはもう体調最近もう戻った、ね、最近配信やりだして。半角菜さんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。仕事がてんこ盛りの毎日でございますわら。てんこ盛りなんだ。もう夢中になれるとなれるから逆にいいかもしれない。道の駅ってどんなだったかな。道路沿いなんだろう。あ、左か。あ、これか。私のどっか出かけたい、旅したいという病は改善されておらず今から出かけますわら。あ、本当。どこまで出かけんの。明日休みなの。ここはあれだね、人がいないね。あんまりいないね、人が。ここにこうやって置いて、よっし
ってよ。違った。半角さ。あ、今日休みか。トルちゃん日曜、あ、明日が日曜日か。明日休みか。うん、ロッキー和田さん野菜。ありがとうございます。半角菜さんスタンプがスマホで取得なんですね。ここはね、取れるんだよ。トルちゃんさんもう少しだね。仕事だよ。そう。でしょ？だと思ったんだよ。トルちゃんさん、明日は休み。明日は休みだよね。日曜日だもん。日曜日は休みだもんね。俺結構、ここは、あれがき、ちらっとこれ夜景が、あぶった。出口ここじゃない、こっちじゃないの、これ。アボタこっちじゃないの。進入禁止って言われてもさ、戻るのは同じ道でいいんだよな。豊浦のあとあれだな、なんもないな。半角菜さんお気をつけてくださいね。ありがとうございます。コストを5個プレゼントしました。てっぴーありがとうございます。 S33 キロコストを3個プレゼントしました。ありがとうございます。助かります。ただ1000時間という配信時間をこなすために行った函館にね、ツイキャスの
器のジャンルって何なんだろうな。何入れてんだろうね。駐車場とかなのかな。公共施設かな。あ、公共施設だ。あ、ぶった。あのトンネルを出たあたりか。そうだね、このトンネルを出たあたりだね。鹿さんと激突したの。ちょっとくるくるかな。そうだそうだ、このトンネルを出たあたりだね。Thank you.
とりあえずトイレ行ってくるわ。うん、水子さん間に合った。タカロックハートさんくらい。豆アット道の駅さん、黒松内のトイレは24時間ですか？ただいま。よいしょ。黒松内はね、24時間。多分。24時間じゃないところっていうのはほとんどないんだよね。間に合った。よいしょ。うん。タカロックハートさん、ライトついた。ライトついたよ。よいしょ。また、やった方がこの後もやった方がいいのかな。暇な方いるのかな。一応あれかな。タカロックハートさん、さっき誰か階段から降りてきたよ。本当？俺じゃないか。タカロックハートさん、暇だよわら。暇なの？また来るの？また来てコメントしてくれるなら知らんけど。
垂れ流し状態になっちゃうからな、なってっからな。しばらく道の駅もなくて、タカロックハートさん、布団の中からこんばんは。そうか、寝落ちパターンか。それはそれでいいけどね。まあ、メガホンもたまるしね。タカロックハートさん、知ってる、道見るの好き。あ、そうか、なるほどね。知らない道よりね。ホワイト松崎焦げるここさん人参。人参ありがとうございます。タカロックハートさんアットに。はい。道の駅で寝ようかな。そうします。ええ、朝方何時だ、7時ぐらいから開いてだったかな、あの駅弁の金屋さん。水子さん、洗濯も回したからそれ終わったら寝るよ。はい。洗濯も回したったらね、あと30分ぐらいからしたらもう一枠やろうか。すいません、撮り直しです。ありがとうございます。